はい、えー、2022年7月12日火曜日、えー、です。よろしくお願いします。えー、パソコンの SSD の容量を換装いたしましたあ。今まで500ギガで頑張ってたんですけど、あこれはね、だいぶ前からね、その容量圧迫してたんですけど、いやーもう,もうちょっと頑張れるかなとかさ、いろいろやってたら、あの、真っ赤になりましたね。 あ、やばいやばいこれはもう、もうギリギリだと思ってさ。それで、その、最近パソコンの作業とかしてるときに、ちょっと挙動がおかしいというか、まあ、いろいろ足りませんっていう警告出たりとか、あしてたんですけど、あーのー、これ、これをね、あの2テラの、1.5テラでいい,い,いかなと思ってたんだけど、1.5がなくて、それで2、2テラの、 3万円ぐらいの SSD に交換しましたね。まあでも、今 2TB で3万円ってまあ安いかとも思ったりもしてるんですけど、いやー、すっきりしたのと、あの、何の作業してても支障がない。だから今日嬉しくて、DTM の作業を配信前にしたりとか、あの、アンリアルエンジンを、5を立ち上げて、うわ、サクサク サクサク、どこでも止まらないと思って、ええー、ちょっと、あの、やってました。これでまた、あの、まあ、作業配信的なものをね、ええー、できるぞと、あの、喜んだりとかしてました。あの、ちなみにあの、D ファイルの方は、あの、HDD の、あの、ハードディスクに入れてるので、ハードディスクのさ、 6テラのやつでも1万円しないんだよね。<laughs> すげえなと思います。まあ、もう、あの、うん、時代は SSD になるんだろうなと思うんですけど。いやー、すごい。もう快適です。快適です。もうあのギリギリで真っ赤になるところまでやってて、<laughs> えー、のがあれだったんですけど、すごい。もうや、やりましたって言います、ね。これで Windows 11に、 え、乗り換えても大丈夫かなとか思ってるので、また今年中に Windows 11にもしかしたら僕は切り替えるかもしれません。無料でね、アップデートできるんだったら、そのうちにやっとかないとなと思ったりとかするんでね。ただ未だに Windows 11の、その、あれやこれやが出てこない。使いづらいっていう話しか出てこないので <laughs>、あの、心配は心配だし、 もともとマイクロソフトは Windows 10もうちょっと長くやるはずだったんだけど、メガネかけた偉い人が、あの、マイクロソフトを離れたんで、ビル・ゲイツが離れちゃったんで、新しい社長がやっぱり新方針として、えー、みんなにな、ね、5年に1回数万円払って OS 新しくしろっていうので、えー まあそういう方針になるんだろうなっていう。まあそれが資本主義ってやつだよなと思ったりとかするんで,ですけど、まあ、まあまあというふうに、ブンにそろそろ移行しないとなというふうに思いました。えー、まあで、その SSD をその買いに行ったりとかするときに、えー、まあその自作パソコンショップみたいなのがさ、もう近所につくんの電気がなくなっちゃったからさ、もう あの、インターネットで今買うしかないんだよなと思ったりとか、今まで食べてたつくも電気のポイントとかどうしようと思ったりとかしたんですけど、あの、まあそれはそれで、えー、もう PC デポしかねえよとか思ったりとかしてんですけど、PC デポも今はね、ご老人がスマホ買いに行く場所になってますから、だいぶ時代は変わったなとは思いますけど、まあそんな中で、 ね、グラフィックボードも新しくしたいしメモリの容量も、ね、あの高くしたいしとか思いながらさそのグラボの RT3060Ti ですかとか見てたらさあの今グラフィックボードやっぱその物,価物価上昇もあるしその中国が買い占めてあの高くなったっていうのもあるんだけどさ。 30万円するんだと思ってさ。グラボ1枚30万と思ってさ。やっぱ高いなと思ったけどね。あの、それをつければ、より、そのあー、CG 制作とか楽になったりとかするんだけど。30万 <laughs> まあ、まあ10年後にはその、その、同じ内容がね、あの、安くなってる可能性はあるんですけど。 うまいなと思ったりとかしてます。えだからも、もう、もうそろそろ僕のパソコンの CPU も型落ちというか、ね、今、今、インテルじゃなくて、ライゼンの方で、ライゼン7かライゼン6が今入ってるんだけど、ライゼンもライゼン9まで来てるんだと思ってね。 次10になるのがの、2桁になる前になんか買うんのかなとか、いろいろ思ったりとかします。ただ、もう今、例えばこの配信見てる人の半分以上は、あスマホで見てるとかあ、そういう時代だったりとかするんで。なんかね、なんかそんなのちょっと思ったりとかいたしました。 今もうパソコン使ってなんかしようっていう人じゃないとパソコン買わないんだよなとか。あと絵を描くのもスマホのタブレットでできる時代だしさ。んそんなんなのかなーなんていう風にちょっと思ったりいたしました。まあ、とにかく今日から若干快適になりましたんで。ああ、よかった。よかった。今まで、この、この,このほんと何ヶ月かずっとこの容量に悩まされてたんで。 ーいろいろその C ドライブからさ、<laughs> これは、これはいらないものっつって、D ドライブに引っ越ししたりとかいうね、ごまかしごまかしやってましたけど、結局は物理で殴るのがよかったんだな、というふうに思いました。でもやっぱさ、その C ドライブの感想はさ、緊張するよね。まっさらな SSD を買ってきて、それに、 今まで使ってた C ドライブをコピーしてさ、あ差し替えるだけっちゃだけなんだけどさああの、いろんなそのデータが C ドライブには入ってて、一回失敗するとまっさらになっちゃって、パーになっちゃうっていうのもあるから、うん、すごいドキドキしますよね、ほらね。本当に、本当に大丈夫なのかっつって。だから、その、うん、乾燥する前に乾燥の仕方をとにかく、 間違えないように覚えて、えー、何回も何回も見直して、ノートにメモを取って、あそ,それでパソコンの電源落としてあ、ドキドキしながら入れ替えるっていうのをやるからさ。結構びっくりじゃんあだ。でも、やっぱり今、その、あの、入れ替えするのも楽だし、あのだいぶ昔よりはそういうの楽になって、お,お任せで全部や,やれるっていうのはだいぶ、 変わったんだなと思ったりとかあと USB3.1 とかさ僕知らないんだけど USB2.0 で僕止まってんだけどどう思ってんだけど <laughs> 今 USB の規格もだいぶ違うしさあ,あもう時代は変わってんだなと思ってさだから何かつうと転送速度が速い USB の差し込み口だから USB3.1 らしいんですけどあまあどんどんそれもね技術革新で4.0とかさ5.0になっていくのかもしれないけどさ一応動くけど転送速度遅いっすよとかさこれ企画に対応してませんよ同じ差し込み口だけどみたいな,なんかそんなのが起こりそうで怖いななんていうふうにも思ったり してます。Uh, まあ、ちょっとずつね、あの、映像出力も、だいたい HDMI に、こう、uh, MI?ML? どっちだっけ、uh, に、統一されてきてるけど、ね、昔はパソコンの出力は、よくわかんない、あの、でかいジャックみたいなのをやって、ネジで止めて、みたいなことを <laughs> やってた、uh, ので、まあ、そういうのも変わってきてはいるんだろうなと思うんですけどね。こういうのはやっぱ、ノリ、 一回そういう情報から降りた人にはさあ、こう久しぶりにそういうの見たりすると、カルチャーショックで、なんか全然知らない世界になってるみたいなね。まあ今 AR 技術とかもいろいろ連動してたり、VR、AR が連動したりとかしてるんで、なんか今それ系の情報になってんだとかね。 思ったりね。みんなは常識だと思ってんでしょうけど、もう僕は今、浦島太郎の気分ですよ。あーまあ、そんな感じです。頑張るぞい、えー。というわけで今日のニュースです。今、え、日、ー、今日だから SSD 乾燥したからちょっと声の調子もいいんじゃないかな。あー <laughs> いつもと違う感じで配信できてるんじゃないかな。あ,ーあ,ーあと、うんあーこ、この話はあ、いいえ。<laughs> 長くなるので。 えーと今日のニュース、コロナ第7波、尾身会長が宣言というか、第7波が来たんじゃないか、みたいに言われてるけど、まあ、それは当たり前だよなと思って、マスク外していいですよ、外でマスク、ね、人がいないところで外していいですよ、つったら、人がいるところでも外したまんまの人が出てくるのですよ。 ね、その曲解して自分に都合のいいことであるとかもう咳をす,する僕は咳なんかしないからあー、えー、マスク人混みでマ,マスクしませんよっつって「へーくしょい」っつってくしゃみをしたりとかね <laughs> でもこれはくしゃみだから咳じゃないから大丈夫っつってそしたら「あれおかしいな熱が出てきたな」とか「あれおかしいな喉がイガイガするな」っつって。 すいません。あのー、あの、反転お願いしますって、病院に行くと、陽性ですねって言われるっていうね。そんなのが増えて8000人、9000人つってって、えー。でももう数字にもみんな慣れてるし、ビビら、僕もビビってないというか、当然だよなと思って受け止めちゃうので、えー、このコロナ第7波において、えー、もう緊急事態宣言とか、 ああ発出されないんだろうなと思うわけですよ。そんなことより経済回せっつって、えー、やるわけでね。GoTo キャンペーンっつってね。やれやれだぜっていうふうに、えー、思いますけど、やっぱりこれはしょうがない。周りの、僕だけ気をつけてたってしょうがないんだから、僕はマスクしてますけど、周りの風評被害が怖いので、 周りからどう言われるかが怖いのでマスクしてるわけですけど、うんあのー、ちょっと、まあ、しょうがないなと思うんですけど、ね、軽率だなと思うけど、そういう軽率な人が外出て、海開きに、海に行って、水着を着て、けっけけっけやって、ナンパしたりされたりということをしてるんだろうからうん、しょうがないなと思ったりとかいたします。 僕は,僕はそのあのわ割と僕もあの2019年の末からこのコロナというものがあってね。あってさ。で、パンデミックの収束なんつうのは5年っていうふうに歴史が証明してるから、じゃあ、まあ、2014年の末。 2024年の末までは、まあ、パンデミックという方、うん、に入ってしまうんだろうなと思うんですよ。ただ、まあ、希望的観測で、えー、2023年の末、だから来年の年末ぐらいを、目処めどに、まあ、そ、その辺がマスクを外すタイミングなのかな、なんて、僕は個人的に思ったりとかしてるんです。 でもに人間通つうのの,その動きですよねもうマスクするのが嫌だっていうのが世間の声とかまあその有名人の声なんかに上がってるとそ,そ,そういうのにさ人間楽な方に流れ,れたいからさじゃあマスク外しましょうとかみんなが外したがってんのに政府がずっと止めてるのはどうなんだとかさあーいうので今。 屋外ではマスクを外しましょうとかいう CM とか流れたりとか政府広報として流れたりとかしてるけど感染者は今あ爆上がりしているというね。でももう緊急事態宣言も出せない。お金もない。えー、あとはそのお金を出してもその,そのお金をこうね、騙して受け取る人がいたりとかするからあそういうニュースの方が今はあ な流して、で犯人捕まえたいとかしてるから、あじゃあもう7班になっても何もしないっていうね、えー、何もしないことにやっぱりその庶民も文句を言わない。給付金よこせーなんつったって、うん、よこせーって言ってる中にこうね、騙してもらおうっていうふうに狙ってる人がいるんだっていうのがあると、よこせーなんてなかなか言えなくなりますから。 どうしようもないんだろうなというふうに思ってます。特に何もしないっていうことが、この夏は行われるんじゃないかなと。で、夏終わったぐらいで、秋口にどんどん人が増えてきたら、で、それでも緊急事態宣言出すかとか、出したところでもうみんなが言うこと聞かないだろうとか、なんかそんなふうに思ってしまいますね。しょうがないことですけどね。 あのー、それが人間のなれるっていうことでもあるから、な、なれようが何しようがコロナの体制なんか人間につかないわけで、ええー、ね、でもなんかい,いろんなデマとかが流れつつさあ、そういうのがもう21世紀になっても情報社会になった、なろうが、あ人類が対応できることと対応できないことがあるんだっていうね、えー そのように思ったりとかしてます。個人的には2023年12月ぐらいにマスクを僕もしなくていいのかなっていう時代が来るといいかなというふうには思ったりとかしてます。でも今もうマスクを外すのが恥ずかしいとかね、よくわかんない常識があ、まあ何年もそのマスクを、だってその前なんかニコニコ生放送で顔出し配信とか言いながらさ、 あの、マスクをしながら配信してるやつバカじゃねえのなんつってたんだから。<laughs> ね、うん。むしろ今は顔出し配信つってマスクして配信してるやつバカじゃねえのっていうような時代だったりとかするし。 まあそんなもんですよ。常識なんて変わっていくものでもあるので。ただね、その、マスクをしているのが不都合な人たちがたくさんいるんだろうなとか、思うんですけど、まあでもやっぱ定説通りなのかななんていうふうに思ったりしますね。こうコロナの収束は3年で収束するとかさ、んそんなことはないんだね。 やっぱうん、だからもう、統計学みたいなものってすごいなってちょっと思ったりとかするけど、まあ最近はそういう統計学とか、グラフの悪用とかで、嘘の情報とか、円グラフの比率がおかしかったりとか、そういうのもありますけど、コロナ第7波だそうです。当然だと思います。というわけで、えー、7月8日に安倍ちゃんが撃たれてから4日、人は忘れるものだと、うん、どんな事件があったとしても、あ その当日に心が揺れたりとかする人がいても、ああもう何日も経てば、そういうのも忘れちゃうっていうので、えー、僕はもう今、今週に入ったら、安倍ちゃんのニュースとかやんねえんじゃねえのっていうふうに思ったり、心臓ちゃん打たれたニュースはやらないのかなと思ってたんですけど、やってますね、やっぱみ,みんなよっぽど好きだったんだねって思って。 僕は別にどっちでもというふうに思って、あ,あとなんか勲章をあげるとかあげないとか、中曽根さんがもらった勲章を安倍さんは、まあ、死んだ後にもらうらしいとか、あと葬式にトランプ元大統領があ来るだか来ないだかっていうのがニュースになってたりとかして、あやってますけど、献花台みたいなのが用意されて、そこに一般の人たちが。 あお花をあげるとかっていうのでね,ね、コロナ禍ですよとか思いながらもさ、もう行動したくてしょうがない人とか、歓喜は余ってテレビの前で泣いちゃう人とか、役者なのかな、違うのかなと思ったりもしつつ、あの、あ、こういう人たちが献花台に来るし、こういう人たちが選挙とかで票を入れたりとかするし、 えー、選挙は公伝じゃないぞなんて言われたりとかもしてましたけど、あの、まあこんなバカがいっぱいいるからしょうがないよななんていうふうに思ったりしました。うーん。まあこういう人たちが、その、下ものところにいるんだから、まあ上にいる人たちはコントロールしやすいなって思ったりとかもするんだろうし、うーん。 あの、喧嘩台に花をあげても死んだ人は帰ってこないわけですよ。帰ってこないから花をあげるんですけど、うん、なんか意味ないなと思ったりとかしてます。そんな中コロナ大な中ですよっていうのもありながら。でも、それはそれ。これはこれ。あと、その、この安倍ちゃんが撃たれたっていうのは、いわゆる政府の要人が一般人にね、テロリズムとして撃たれたと。まあ、テロとはまた違って、 あのね、あのー、新興宗教、うん、カルト宗教というものに紐付けされてからあー、またちょっと背景が違うんだけど、海外ですごいニュースになってますっていうふうに言われてんだけど、それ海外でニュースになってるっていうのは結局そのテロリズムなわけですよね。あの、日本の国内で、えー、暗殺されたっていうのが、 センセーショナルなニュースなわけで、だからタイムの表紙になるわけであ、安倍さんがすごいから、あの、なったわけじゃなくて、日本やばいぞってニュースなんですよ、これは。あチェルノブイリ原発が爆発したロ、ね、ロシアや,ロやばいぞっていうさ、旧ソ連やばいぞっていうので、あのニュースが世界中に拡散してるのと同じであの、これから観光大国になっていこうとかっつってさ、 外国人を呼ぼうなんつってる、あの、のんな日本の政策がさ、今通じなくなるんですよっていう話なんですよ、これは。あの、<laughs> それがな、なんだろうな、あの、世界中で悲しみがっていう翻訳というか、変換をされて日本の国内でさ、あの国でもこの国でもなんかやってるっていうのでさ、安倍さんの人気はすごいですねっていうふうに、 解釈してるのがテレビでやってたりとかすると、あの、ね、悲しみにどうのこうのとか言ってるけど、やっぱ日本の国内の温度と、海外で、本当はこう思われて報道されてるのにっていうのとさ、だから福島の原,原発のあのボンって水蒸気爆発起こった時もそうだけど、あの、 日本はね、大丈夫、立ち直ろうっつってさ、手を繋ごうっつってさ、あの、頑張ろう日本なんて言ってる時にさ、で、海外からも支援が来てとかさ、い,やいう風うに言ってるけどさ、違うんだって温度はっていうさ。 なんか、そ、その辺のちぐはぐさをちょっと今感じたりとかしてます。あとは、うん、やっぱ事件から4日経ってるので、あの、みんなの心の傷も癒えてるんだろうし、僕なんかは最初から傷ついてもいないしっていうのもあるんだけど、うーん、なんだろうなーっと思ったりとかします。まあ、まあ、まだ、まだちょっと、あの、味がするのかな、この骨は、みたいな。あそ、そんな気がしてますね。 意外とみんなあ、でも忘れ、忘れてるくんだろうなとは思ったりします。でも、その忘れてく人の中で、どうせ忘れるんだから今泣いとこうみたいなあ、まあそう思って泣いてるわけじゃないと思うし、悲しんでるわけじゃないと思うんだけど、頭悪い人がいっぱいいるんだなと思ってさ。 生まれた時からこの人が総理大臣だったのでとかいう子供とかさあ、ね、ずっと総理大臣のイメージだったのでとかっていう人とかがなんか超にニーというか喧嘩台に集まってインタビュー受けてるのとか見るとねあそうっていう だから、逆に言うと、その程度の感覚で、あの、好き、嫌いとか、人のこと言ったりとかしてんだな、っていうのを思ったりとかいたしました。よくないな、と思います。えー、明日、チェンソーマンがジャンププラスで、えー、第2部始まるというので、えー、あ、話題変わります。チェンソーマンね。いやー、ジャンププラス買う準備しないと、と思って。で、今、あれなんでしょその、 インターネットで本を買う人っていうのはその午前0時になると本が、新しい本が買えるから、それを読んで、あ、だから今午前0時に画像付きで SNS とかで、あの、感想とか言ったりする人がいるんだっていうのに、今ようやっとジャンプププラスをこう、初めてデジタルの書籍を僕は買おうかなという時にですね。まあそれが、その理由がチェンソーマンなんだろうなとか。 これを機にジャンププラスを毎週購読するようになるのかなとかさ、こ,これ一回買ったらまたデジタル書籍買わないのかなとかさ、あちょっといろいろぐるぐるね、デジタル書籍を買い始めるようになったら僕もまたちょっと感覚を変わるのかななんていうのを思ったりしてます。もう紙の時代はおり終わりを告げて、えーその、先日ヤングアニマルの紙の本を買ったんですけど、あヤングアニマルが紙の本でさ、 あの、平積みされてないんだよね。あの、本屋の棚の、あの、一冊ずつ入っててさ、月刊誌でさ、二冊ずつしかその店舗に入らないみたいな本の扱いになってるぐらいの今。だから、ジャンプが平積みになってるだけで、あとみんな、週刊誌とかも、その、棚のところに立てて、表紙がこう、たた立てておいてある感じに置くぐらいに、あ ああ、もう今出版なんつうのはね、出せば出すほど赤字みたいなので、弱小出版誌からどんどんその廃刊になっていくんだっていうのをさ、目の当たりにする中で、えまあ今はデジタルなのか、デジタルってほんと形に残らないものだしさ、その、自分の所有してる感覚がないから、ね、その、 僕らはそれを借りてるだけとかさ、サブスクとかでお金払ってる間だけ借り入れてますみたいな、そういうのなんだよなというところがあってね、やっぱりうーんなんていうふうに思いながら、あれでもチェーンソーマンのね、あの復活はちょっとお祭りに参加したいので、えー、わーっと楽しみにしてます。今日だからマニュアルを読みながら、 初めてのジャンププラス買ってみたを僕はやるんだなというふうに、ちょっとドキドキしてますね。以上です。ガスの話しましょうか。ガス。あの、節電がありまして、電気、ね、エアコン、エアコンより命とかいろいろ言われてますけど、そんな中で今度ね、天然ガスをあのロシアに依存してる日本はですね、 えー、このガスがやばいっつって。いよいよガスを節約する時代が来るぞっつってね。すごいなあと思った。だから、その、ね、オール家電になってきてるから、もうあなたたちは焚き火をしなくていいですよとか、ね薪、薪でご飯を作ったりお風呂を沸かす時代じゃないんです。我々がこう、ガスを提供しますから。そのインフラは絶対ですから。 だからあなたたちはゴミを捨てるときに自分の家の前にドラム缶を置いてそこに燃えるゴミとかを捨てないでください。これはもう違法になりますよっていうのとかで。あの、今外で焚き火したり火焚くのにはバーベキューは許可いらないらしいんだけど、あの、ま、焚き火ができなくなってるんですよね。で、家の前のドラム缶で物を焼く、焼いて処理する。ね、灰にしちゃうとかさ。ああいうのももうその、 今の世の中は空気汚すとか二酸化炭素出すとかさそういうのを個人でやるのを全部禁止したのが日本なんですよそ,その代わりあなたたちにはちゃんとそのガスとか電気とかあの便利なものを与えますんでっていうのの、うん、裏事情が今壊れちゃって天然ガスが買えない,っていう、ね、高くなって買えないとかいやそ,そんなんになって今ガスを節約しようっいう時代になってるんですよね アホじゃんと思ったけどか、<laughs> お前らが違反したら捕まえるぞつう、えーそ、その今、なんだろうねル、ルール自体が変わり始めてて、それをでもなんとか、えー、止めようとして、インフラを安定化するためには、そうだ、消費を抑えようつ、つうので、まあ、節電、節ガスみたいなことを。 やらせるで、えー、物の値段、ガスの値段そのものが上がるっていうのもあるんだろうけど、値段上げればみんな使わないだろうっつうので、えー、バカだよなと思ったりはしてますね。あのだからそ、そうなる前に、もうちょっとクリーンエネルギーに転換して、効率よくあの電力とかあを作れるような仕組みを作ってればよかったんですけど、うん、そんなことをど,、まあ、どの国だってしな、ね、い。つまでも あ電気自動車にいつまでもなんないなっうとそれは石油業界がそういう開発とかを止めたりとかしてるから電気になったら俺ら儲かんねえんじゃねえかよっ,ってね <laughs>、えー、やってた結果その第2案みたいな B プランみたいなものが国内に育たないんですよあ、ね、水素ガスでも何でもいいけどさあ,あのなんか今回のニュースを聞いてもあの 自業自得だよな、というふうに思ったりしてます。あーでもやっぱ家の中に電気、ガス、両方インフラがある方が便利だよなと、と便っていうか選べるからさ、ど、どっちかがダメでもどっちかがっていう、うのにはなるので、でも今それが両方ダメになろうとしてるっていう、この時代が面白いなっていう。 で、今更家の屋根の上にソーラー電池つけようとかさ。<laughs> これから東京都で家を建てる人は屋根に必ず太陽電池をつけるようにとかいう命令が出たりとかする感じとかさ。バカだなと思ったりとかしてます。だからつってガンガン使えって話じゃない。もともと資源としてはね、限られたものではあるので。 バスだっていつかなくなるんだから <laughs> あのいつかねあの1年後にいなくなるわけじゃないけど人が増えてきゃそのスピードも上がるしさ需要があれば需要の分だけ値段も上がるしさというふうには思うので節活しましょうというのはさ本当その場しのぎだなというふうに、えー、個人的には思ってます誰が言うこと聞くかという宣言じゃなくてバカだなと思ってるっていう 節ガスするんだったら別に節ガスしたっていいよ。毎日入ってるお風呂を二日に一回にしたっていいですよと。あ水で、水でシャンプーしたって僕はいいんだっていう、あ,あの、思ってるんでね。そらふ、冬に、冬は嫌ですけどね。冬に水でシャンプーは嫌ですけど。あ別に僕はそれでもいい、いいですよとは思うんですけど。あまあとにかく、その、 ずっと日本の方針はこれなんだなっていう。やりやすいし、それを国民に、ね、スリランカだっけどっかが、その、ね、政策間違って貧乏人が死ねみたいな感じになってて、金持ちが、えー、100人殺されてるんだっけえー、なんか暴動が起きて、大統領だ、首相が辞任したとかいうので。あだ、ジョンソンは辞任するし、スリランカも辞任するしとか思ってますけど。 それに比べれば日本は怒らない国だなぁとは思ったりはするんですけど、でもそれを利用して我慢を強いるっていうのは、その大昔の欲しがりません勝つまではなので、すげえなって思ったりしますね。これをなんとかお願いしようって、お願いするだけの準備もできてないというか、だからそ,そのために僕たちから焚き火の、うん焚き火を奪ったんでしょう、あなたたちはというさ。う ド,ね、ドラム缶で何でもかんでもポイ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 そこに捨ててさ、灰にして捨ててた時代は空気も汚れてたけどなあの楽だったなとは思うんですよね。今それができなくて、指定のゴミ袋を買って、ゴミ袋を仕分けして、えー、拾ってもらうと。だけど ゴミを捨てるマナーの悪い人とかが捨て方であの違うものを混ぜてたりとか捨てちゃいけないものを捨てたりとかしてそれで事故起こったりとか清掃員の人が困るとかいうねやっぱり馬鹿が問題を起こすわけですけど、うん、そのバカ相手今はそういうそこまで程度の落ちた馬鹿に対して節月をお願いしますっていうのがおかしいじゃんっていうふうに えー、思ったりいたします。で、ロシアに依存しなきゃいけない体制で、ずっと今までやってきたわけですから、それが一個崩れちゃったらもう、日本のインフラがガタガタになるんだったら、そ,うそれはどうなんとか、ちょっと思ったりとかします。あ、あと安倍ちゃんが外交ですごい、これまでこんなに外交がうまくいってたのはいなかったとか言うけどさ、あ そんなこともねえんじゃねえかなって、その結果が節ガスだろうとか思ったりとかするので、どうかな,なんていうふうに思いますああ。また安倍ちゃんの話が出てね、暗殺の人の,あのあ所属してた宗教団体の話とかが出てきてさ、やっぱみんな何かしらのコミュニティに属してないのが、 と不安でしょうがないし動けなかったりねだからオンラインサロンとか入るんだろうなとも思ったりするんですけどよくこんなもんに金を払うなと僕は思ったりするんですけど、ね、献金献金つうのがニュースになっててさあのその宗教団体にはお金をね吸い取られましたとかって。 それはでも、なんだかんだ言ってお前がそれに金を払ってんだろうっていう。で、それは宗教団体とはまた違ってさ、その、あの、俺とお前は友達だよな、っつってさ。友達だったら、俺に金を起こせ。じゃないとお前と付き合ってやんねえぞ、っつって。でも友達関係をずっと続けたい人はお金を払い続ける。あお金を払ってキャバクラに行く。 キャバクラでお金を払わないとお話ししてあげないよっていうので、そこでお酒を、高いお酒の代金を払って知らないお姉ちゃんがお金をもらってる分だけそのおじさんと話をする。だからおじさんは金を払う。そ、その仕組みだろうって思うので、あーそれが嫌で、別にあなたたちとお金を払ってまで付き合いたくはないですよっていうふうに。 選択することも可能だけど、やっぱ弱い人間、意志の弱い人間っていうのは、あお金払わないとあなたは、に幸せは来ませんよっていう風に脅されると、あ、はい、つって。それで年間100万円、10年で1000万円、あの、取られたとか、言うけど、それはあなたの、あなたの,その、そのお、そのお金払わなきゃ誰も、 付き合ってもらえないあなたに問題があるんじゃないのかななんていうふうにちょっと思ったりとかして、あの、宗教団体を悪く言ってる人は、それはそれでちょっとロジックが違うかなという,うまあ、それを利用して、ね、お金をいろいろ、そのあなたの全財産を私のところに寄付しなさいっていうのが、良くないって言ってるんだろうけど、全ての仕組みがそうだろう。金払わなきゃ、 パソコンも売ってあげないようだし、スマホも別にすごい安いスマホがあるわけでもない。うん、10万円ぐらい払わないとあなたにスマホはもう持たせないよっていう、世の中にはそ,そんなんばっかりですからあ。だからコミュニティに属してれば属してるほど、そういう消費し続ける人生なんだっていうことに、うん みんな気づいてないのかなぁなんていうふうに思ったりいたします。幸い、幸いほんと僕は、その、宗教団体みたいなものに対していいイメージを持ってないので、うんあのそう、そういうのに近づかないっていうことをしてるので、だから、あれですよ、ニコニコ動画にもプレミアム会員で月、月5、600円払うみたいな、今700円ですかあの <laughs> そんなバカ臭いことがない。でも、そ、それをしないとあなたはニコニコで配信ができません。いや別に YouTube なんか無料でやってるし、とか、ね、ふわっちだったらタダだし、なんていうのもあるんだよねうん。別にそっちに乗り換えたっていいっていう話でもあるので、ね。まあだからでも、みんなはそうやって何かの組織、集合体に属してないと生活ができないってことなんだろうなと思う。で、逆に、 一人立ちして、そういう煩わしいものがなくて、あの、一人でいいとかあー、男女二人で子育てします、みたいなね。夫婦だけで子育てします。あとは、うん、この子育てできないのは社会が悪い、政治が悪い。ね。だから、うんこ、子供を産んだらもっと支援をください、みたいな理論になるんだろうけどさ。 いや親と同居すれば、親が子供の面倒を見てくれんだろうとか思ったりする。その親が、USJ に行ったりとかもするパターンもありますけど、二人で暮らすには、本来、その、人間の暮らしで二人だけでその、自分たちの生まれた子供を育てようとか、あいうことが不可能なんだから、 あだから同居したりとかするんだろうって。最近はその大人同士でシェアハウスで、えー、ね、そのシェアハウスの中で子供を産んで、シェアハウスの中の住人の人が、あその、は、母親あの、他に10人のその育ての人がいるとかね。なんかそ、そんなのもあるけど、あそ、そここそ助け合いだろうとか、 そのために同居したりとか、あとはあ、地方の村の集合体みたいなものでね、あのーあうん、村ぐるみで子育てするとか、そういうことだろうというふうに思うんだけど、なんかそこから独立して、ね、どうしたって、その、あのー、誰にも頼らないで生きていきたいとかっていうような、その一緒に暮らすの煩わしいっていうので、 えー、今そうやってみんながみんな自分の城を持った時代なんだけどそこでさあの子供を虐待したりとかさあの3時間ごとの夜泣きがうるさくてストレスだったってさ子供産んだら当たり前だろうって思う感じのさ <laughs> <あ>の <laughs> ミルクあげる時間とかね1日3食の常識で生きてる大人がそのまんま 何にも知らないまんま子供ができましたっつって夜泣きがうるせえっつって殴って殺すみたいなさバカなんだろうなって思うんでそれが1人で耐えられないね2人暮らしで耐えられ3人暮らしか赤ん坊も入れるとねあの,のはやっぱバカなんだなと思ったらそ,そこで人を頼れないとかねあのそのまあ頼っちゃうとその親がね問題だったりとか あーね、子育ての方針に串を出したりとかあーされるのが嫌だっつってそ,そ,その嫌だっていうので子育て自分で苦労してんだったらやっぱ自業自得だよなってやっぱ思ったりとかするしそれがストレスだったって言い訳で子供殺すのは違うだろうって思ったりとか <laughs> やれる選択肢を自分から切っていってあのなんか大変ですって言ってるのはどうかななんていうふうに思ったりいたしました。 えー、だからこの,この辺がその宗教のコミュニティに属する家族というコミュニティに属するみたいなことに対して今それに参加する人の参加の仕方が下手くそなんだなっていうのを思ったりそのあとは自由に恋愛して自由に生きる自分の人生はその独立して、えー、親という親族にも頼らないっていうような。 生き方をした結果なんじゃないかな、なんていうのを思ったりしました。えー、もうあとニュースとしてはあの古くなりましたけど、えー、教えてもらいました。えー、京葉線八王子駅で、えー、改札のところで釜、えー、を持ったおじいさんが <laughs> 現れて駅員がさすまたでそれを捕獲したっていうニュースがありまして、うわーと思ってさ、 あまあ、とにかく、そのこう、何が悪いんだよ、ついながら、鎌を右手に持ちながらね、赤い T シャツを着たおじいさんがさ、うん、ああふらふらと、うん、改札をさ、通っていってさ、それに駅員が狼狽しながら、ね、あの、来ないでくださいとか、手に持ってるものを下ろしてくださいって言ってもさ、なんだよ、つって、俺がなんか悪いことしてんのかよ、つってさ、 手に釜を持ってるんですよ。危ないでしょっていう。話が通じない人でさ、酔ってんのかなんか知らないけどさ。いや、アホなニュースだなと思ってさ、そ釜なんて雑草を狩るのに必要だしさ、釜釜釜釜釜飯釜切り、えー、ねえ。だから今そんなんでね、危ないですとか言われて。 ね、持ちある銃刀法違反とか言われてるけどああ意味わかんないね、そうやって、その、いろいろ力を、力とか、危ないもの、刃物とか、僕らは取り上げられて、その分、便利にしますよ、と。いつでもお弁当を食べられるコンビニを置きますよ、とか、お菓子売ってるコンビニとか、ありますよ、便利な街になりましたよ、つっても、いきなりこう、電気がなくなったりとか、ガスがなくなったりとか、する、えー、この、 まあ、む、昔は電気もガスもなかったんだから別にいいのかなと思ったりしますけど、今こういう配信してる無駄なこともしなくなるのでいいのかなと思うんですけど、なんかなと思ったりとかいたします。こんな頭のおかしい人を玄骨で殴れない。駅員は駅員で暴言吐いたら、あの、インターネットに上げられてさ、うん、ね、えー、しまう時代だったりとかするから、気遣って、 でも乗客も守らなきゃいけないとかいや、すごいよなぁと思ったりしますね。まあそ、その前にみんなが今までそういうことをしなかった。我慢してきた。だから、そ,それが今、個人主義で、その、街、ね、八王子の街の中にあのじいさんを助けたりとか、介護したり、気にかける人がいないから最終的にあそこに行ったんだろうっていう見方もできるんだけど、うん なんだよなと思ったりとかいたします、うん。なんかね、と、とも、それは安倍ちゃん打った人もそうだけど、うん、今だからすごいみんなが個人主義なんだな。でも、個人主義で生きてたところで結局その、いいことがないというか、うん みんなはその個人で何かやってて、隣の人が何やってるかが、まあ分かる必要もないし、人の噂ばっかしてんのもどうかなと思う。噂ばっかする人は別に誰の役にも立ってないから、その噂自体も無駄だなと思ったりするんですけど、まあ誰も気にかけない人が、何百万人と集まるようなところには、やっぱ一人そこから外れるというか、それを止める装置がないんだよなっていうね。 鎌を持った男性を止める装置がないし、銃を自作してぶっ放す人を止める術もないし、電車の中で火を撒いたり、包丁振り回したりする人を止める術はないんだよね、というふうに思いました。これはもうしょうがないあの。誰かの命令でさ、全然知らない人と仲良くしなさいっていうのはさ、 無理なんだから。まあ、やろうと思えばできるんですよ。昔お見合い結婚なんてあったんだから、知らない人と急に会って面談して、えー、結婚しませんかみたいなのが全然あった時代もあるので。で、それでそういうもんだっつって結婚する人もいたわけですから。別にお見合い感覚でね,、あのー、そうね、知らない人と仲良くしろって言われて、どうしてもダメだったらダメですっていうのもありだ。 っていうのは、ね、まあ、今、お見合い結婚じゃなく、お見合い友達みたいなのね。お見合いで友達を作って、それで抑止欲にしようみたいな、あの、そういうこともあるかもしれない。だから今は、結婚したい人だけ登録して、あの、なんか、ね、あの、マッチングアプリとかあって、みたいな。それはやりたい人だけやってますようが、もしかしたら強制的に、えー その、抑止力として、あなたはこの人を止めるストッパーの役ですっていうので、<laughs> みんなに役割が与えられてね、お見合いでそれを、お見合いで友達作るっていう、強制的に、僕は友達なんか欲しくないのにっていうのにも、かかわらずもうみんなが、みんながそのお見合い友達やってて、一人、一人十人の友達でこう、う つながりを強制的に持たせようっていうようなものがあ出るかもしれないと、八王子の釜事件をきっかけに思いました。これはあの、安倍ちゃん暗殺の時には思わなかったけど、か釜の時にちょっと思いましたね、えー。というわけで選挙です。びっくりしましたあ。水道橋博士は受かる、当選するし、ガーシーという人が あの、NHK 党のあれは、比例の第1位だからガーシーが当選したんだよ。あと、赤松健というね、あの、ラブヒナ書いてる漫画家の人が、えー、オタクの票を、一1.2になって50万票集めて、うんえー、当選とか。あと、バカなのに、えー、生稲晃子当選するっていうね。<laughs> 冗談なのかなと思うんですけど、 これはだから、生稲紀子に当選させてんじゃなくて、自民党本来の組織票の強さなんだよな、っていうふうには思うんです。うん、けど、それにしたって候補者立てるときにこ、こんな何にも知らない区別でいいのか、いいのだってことかもしれない。だから、 イクイナキコが当選するっていうのは何かって言うと、小泉慎次郎の、あの、バカさ加減が薄まるんだよね。こんなバカも今、もっとバカがいるぞって話なので、あ <laughs> の、ガーシーもいるぞってなるので、あの、バカがいっぱいいると薄まるので、まあそういう作戦なのかな、なんていうのはちょっと思いました。あとは、水道橋博士当選っていうのがびっくりだね。 や山,山本太郎の当選よりびっくりしたのはそこと、まああとは自民党がやっぱ強いなっていうのは、まあ相変わらずですけど、その新しい野党、なんだっけ、国民党じゃなくて、賛成党か、政治に参加する参加政治党、賛成党っていうのがあるんだけど、あれに票が集まった、集まるというか、あと維新が議席増やしたとか、あるんだけど、その自民党は不動だから動かないんだよね。 評価ね。だけど、野党の方は、その、えー、政党とかがちっちゃい NHK から令和からポコ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 ちっちゃいのが出てて、あ,あと社民党がもう議席がねえとかつって、どういったかこの時代は終わったんだなと思うんですけど、あの、あのあ、その、少ない席の取り合いを野党でやってるっていう <laughs>、この野党の票自体が増えないと、 あの、対抗勢力にならないんだけど、自民党が強すぎんだなぁなんていうのを思ったりいたしました。というので、過半数が、両方取れたので、いろいろ政治でやりたい放題っていう、自民党のやりたい放題になるんだっていう、公明党に頼らなくてもやれるんだっていう、ところまで来てるらしいです。 えー、まあみんなそれでいいんだったら、それでいいんじゃないですか、と思ったりするんで。まあでもな、野党は野党でなと思う。うん、対立構造としてはやっぱ共産党がもうちょっと強くないとなとは思ったりするんですけど <laughs> あの、いかんせん共産党は共産党で思想がね <laughs>、と思ったりとかもするんであ。びっくりしましたね。僕知らなかったんで。ガーシーという人が、別に選挙活動も何もしてたわけじゃないんだけど、 その辺がやっぱ NHK 党のしたたかなというか選挙のやり方分かってますよっていうあの,あの人のやること言うことっていうのがすげえなってちょっと思ったりとかいたします。それは何かっていうとそのまあ日本の闇というか一定数その,あの決まりきったことをするのが嫌な人面白で票を投じる人っていうのがいて。 それがこれぐらいいるんだっていうのをあの人は確信してんだよね。だから、その、おかしな人を立てて、おかしな人を立てれば立てるほど面白がって自分の一票をそこに投じる人がいるっていう。その結果が、あそれなんだろうなっていうね。分かってんだろうな。全部分かってるわけじゃなくて、その、全体を見て、投票権を持ってる人の、 こ、ここを刺激してやれば、絶対に票が集まるっていうのを分かってるんだ。それ、いいこと言わないことが大事だっていうね。えー、面白いなあと思ったりとかします。だから生稲晃子と、うん、どっちがマシなんだって話でね。えー、面白い、面白いなあと思いましたね。まあ、そんな感じです。まあ、これからどんどん。 あの赤松県とか当選させて、あの騙されることも多いだろうとは思,い思うんですけどね、なるようにしかならんし、嫌だったら日本を去ればいいし、どんどん生きづらくはなってくんだろうなと思ったりしますけど、そんなんだなと思います。そんなな生きづらい中もういよいいい中よよ僕もあのいつもつニニコニコ現金払いじゃなくて みんながやってるようなあの、カードかざして、<laughs> あの、スイカで支払いするとかあ、あれ、ペイペイでとかさ、になるのかななんかあれ、ね、ちょっと暇な時に聞,聞,聞いてみたんですけど、これはどうやって使うものなんですかちょっと、なんかカードを、なにあなたのお持ちのカードとかにお金をチャージして、それを使うんですよ。 だからね、いちいちお金を探して、小銭を探して払う手間がないから、早いでしょって。で、僕らもその、接触しないし、あの手間もないから、これはこれで早いし、早いんですよ。もうい今もうなんか、あの、お店の人を返さないでさ、あの、商品を自分でかざして、ほんで、カードをかざして、 で、ピッてなって、ありがとうございましたって機会がいったら、その商品を手に持ったまんま、あの、お店を出ていく。一つのパン、パン一個を買うためにカードかざして、出てくカード、カードかざしてるシーンを見てなかったら、あ、万引きだと思うような感じのさ、<laughs> 今、袋もくれないし、店員がいない場所でも、今、そうやって決済できますよ。で、 それをすると絶対誤魔化したりする人が出てくるんだけど、あの、それでも今、その人件費払って、えー、ね、そのコンビニならコンビニで二人か三人人置いて、えー、やるよりも全部機械に任しちゃって、あとは、その、使う人がカードをね、自主的にかざして買っていくっていう恐ろしいなと思ったりはするんですけど、僕はそんなに人を信じてないので、 こんなん泥棒されるぞって思ったりとかするんですけどあの、まあ、実際冷凍餃子を買ってるふりしてお金を入れたふりをしてあの、ね、それが監視カメラに映ってて逮捕されたとかいう人もいますけどいよいよかなと思ってもう,もう現金を受け付けませんよっていうの今,日今日最初に話した SSD を買うにしたって今電気屋行ったって SSD 売ってないんだよ 今、エアコンの家電とか洗濯機売ってるような電気屋さんには、パソコンの部品売ってないんですよ。プリンターのインクは売ってるけど、SSD 売ってないんですよ。ね、何考えてんだと思うんだけど、まあ、世の中の人はそんなに求めてないから、スマートフォンのその周辺機器は売ってるけど、パソコンの周辺機器とか売ってない。ま、マウスの品揃えとか3種類しかないとかさ。 有線のマウスがもうないとかね。<laughs> 僕はあの、無線マウスとか無線キーボードが嫌いだから、その有線のキーボードとかを探してしまうんですけど、今もうないんですよね。えー、信用できないんだ、なんか無線のやつって。あれおかしいな、つうときにさ、一個問題として電気が通る、通ってない、無線がつながってる、つながってないっていうのがあるので。 それだったら優先でというふうに思っちゃう人なんでまあそ,そんな中で SSD1 個買うのも今大変なんですよでその電気屋さんがもし SSD を置いてたとしても今度は現金払いができませんとこのお金はカードで全部決済するようになりましたってカードでやるとポイントもつきますよとか消費税が何パーセントカットになりますよとか あこれからそういうふうな時代に入るのかもしれんな,いなと思ってさ嫌だけどカードの電子マネーの使い方も電子マネーという言い方でいいのあ今なんかあの電子マネー暴落してるらしいんですけど <laughs> あの、うん、ちょっと前のビットコインの高騰は何だったんだと思うんですけど、えー、まあなんかそのまあまあそ,それと電子マネーじゃねえやこのカードで使うお金はまた違うんだけど ななんかすすごいなと思ったりはしてます意味が分かんない <laughs>、まあ。まあ今そういう時代に入ってお金がね小銭で必要じゃなくなったっていう小銭を持つ必要がなくなったってことなんだろうなと思うんですけど、うん、まあ僕死ぬまでなんとか現金でやれたらいいなと思ったりしますけど。 はあ、すごいね。みんなこのねこの、これだとこのデジタルデータとして誰がどういうお金を使ってお金の流れがどうなったっていうのが使った瞬間に数字化されてその情報として蓄積されていくのであの運営する側とか商品売る側としてはこれが売れ筋で売れてるっていうのがその報告書じゃなくてデータとしてすぐ来るので やりやすいんだろうなぁとは思うんですけど、なんかそういうのに支配されながら、その自分が好きだった商品がね、売れ筋じゃないから、もう、ないとかさ、なんか、全部が数字になって面白くないなぁなんていう。<laughs> みんなが食べるものしか、こうだ、ね、そういうコンビニとかスーパーで売れてるものっていうのは、カード決済だと全部、 数字で出るから、嫌だなぁって思ったりとかしますね。ロマンがないよね。新しい新商品みたいなものが。でも新商品つったってな、別に三色チーズ丼なんて値段の割にうまいかつうとうまくないしなとも思ったりするので。あれですけど、牛丼食った時もごちそうさまっ,つって小銭バーンってこう、あね、400円ぐらい。 で、ごちそうさまなんつうのができなくなったんだな、なんていうふうにも思いました。今はもうカードで、ペイペイでってなるので、覚えないとなで。ちょっと思ったりとかしますね。というわけで、今日の話は以上です。7月12日、こんな感じでございました。まあ、これからも暑いし、コロナも大変になっていくし、世の中もどんどんひどくなっていくと思いますけど、<laughs> まあ頑張ってください僕は僕はあんま頑張らないでやっていこうかなと思いました。というわけで終わります。ありがとうございました。あ終わるスイッチが終わります。